恋大会大発見の和久井寺さんの前で始まっています。これからインクリアスが5番ゲートに立って収まります。外では7の7番、敵では4パッションと向かって収まります。そして残月6番ゲートを収まって、ブルナピーク9番ゲートに収まって、これで和久井はアプリストになりました。高知歌恋内科第8レース、昨年最後は直行小物がで11番ゲートを向かって収まります。係員離れてスタートしました。11頭先行が6倍、まず力1番の AC の王子ジョッキー、そこから押して8番7番までの前に上がっていって、2番のアースペリアの3頭が先段をしていて、10番のゲンビーが続いていて、あとは3番順番と6番ランゲットがカーブしていきます。11番のショットオブザレイがいて、2番のルナティック方法、前は3コーナーをカーブ、1番のエイシング王子に先頭ですが、外からは2番のカーブジニアが接近、内からは4番のジャミールフェーズで前3頭固まってゴールの400を通過していく。先頭は4番ジャミールフェーズで変わるか、あと2番のカーブジニア2頭またやって4コーナーカーブ、その後1番のエイシング王子に、外からは8番のナノハナ畑、インコースを追記10番ジェンリーに4コーナーカーブ先行、4番のジャミールフェーズで突き放していく、1番のカーブジニアが2番手、その後3番手10番のジェンリーが3番手、追い込みでは6番のダンケース先頭、4番のジャミールフェイトを振り切り、1番のカーブジニアがもう一つ強力、4番ジャミールフェイトを押し切って5位、4番ジャミールフェイトを押し切りました。迫った2番カーブジニアが2着です。上がりゴールまでの 800m 53秒に、 600m は40秒3でした。4番ジャミール・フェルテ、迫った2番ハーフジニアの追撃を抑えきっての先着、4番ジャミール・フェルテ鞍上上田正騎手、2番ハーフジニアが2着で少し間回避の3着10番ジェフリー、そのあと6番のダンゲッツ、追い込んだ11番ショット・オブ・ザ・レイです。4番ジャミール・フェルテ、2番のハーフジニア、その後ろは間にいて10番ジェフリーが3着、4番、2番、10番の順で入線です。その後ろ6番のダンゲッツ、追い込んだ11番ショット・オブ・ザ・レイと続いています。少しお囲いナイター8レース確定までお待ちください。スタートしました。